よくやったな。加賀先生。そのまま背にいろ。重くなったな。よく帰ってきた。信じてたぞ。みんなお前が帰るのを待ってたんだ。将来の夢は火影を越す。でもって里の奴ら全員に俺の存在を認めさせてやんだ。ナルト、よく頑張ったな。おかえり、ナルト。なんだ。事の顛末は全て私を通して伝えておきました。ねえねえ、敵はどんなだった？怪我してない？いいって、押すなってばよ。よかった、ナルト君。こら、いい加減やめ。ソグロじゃん。無茶ばっかりして、このバカ。やりましたね、ナルト君。おう、あれこそまさに青春だ。本当に一人でやりやがるとはな。ちょっと惚れちゃうかも。え、ナルトのやつやるじゃねえか。さすが俺の同期。ずいぶん差をつけられたものだな。せえ、巻き返しはこっからだ。イルカ先生、俺らも行くぞ。いいんだ、ここで。でも、まあまあ、すごいですね、ナルト君は。はじめはこの私を含め皆が彼のことを厄介者だと思っていました。その宿命を恐れるあまり遠巻きにして関わろうとはしなかった。狐のガキは忍者にするべきではない。三代目は何を考えておられる。あのカカシハン、テロリストのザブザを倒したんだってよ。どうやらキュービの子が活躍したらしい。うっそ、あれは落ちこぼれって聞いてたけど。どうせカカシさんの力でしょ。あのキュービの子が就任試験で本戦に出るみたいだな。嘘だろ、あいつ意外とやるもんだな。バケギツネが暴走しなければいいけどね。なんて、それも素晴らしい試合だったじゃないか。あの狐のガキがこんな戦いをするとはな。大したガキだ。しかし、どんな時も決して諦めない彼の姿勢とまっすぐな人道を見せつけられて、少しずつ彼を認めざるを得なくなっていました。綱の陣中力から里を守ったらしいわよ。誰が？
渦巻きナルトよ。ほら、あの例の。五代目火影様が決まってよかった。これで里も一安心だ。ジライヤ様とナルトのおかげだな。オロチマルともやり合ったって本当？地派のサスケは連れ返せなかったらしいよ。ナルトのやつ落ち込んでなきゃいいが、どうやら暁ってやつらが人中力を狙ってるみたいだ。となるとナルトも狙われちまうってことか。大丈夫なのか。ナルトはジライヤ様が見てくれる。何でも暁から砂の風影をナルトが助けたそうだ。これで砂隠れとコロハ仲良くできるといいな。ジライヤ様が暁にやられた。ナルトは大丈夫か。ナルトはジライヤ様の意志を受け継いでる。へこたれちゃいないよ。あいつはいつものように進むだけさ。今では皆心からナルト君のことを信じ暗示期待し願っている。彼は本当に多くの人々の心を変えてしまった。あいつは頑張りましたから。いるかよ。何です、おかげさま。お前の気持ちわからんでもないが、あやつもお前と同じだ。親の愛情を知らず里の者にはあの事件のことで煙たがられる。だから人の気を引くためにいたずらをするしかなかったのじゃ。どんな形であれ自分の存在価値を認めてほしかったのじゃよ。四代目は里の者たちにナルトを英雄として見てほしかった。そう願って封印し死んだ。今目の前に英雄がいます。